の時上市駅で。僕上市駅で思う一番古い思い出ってね、上市駅の駅舎がね木造だった頃のことをうっすら覚えてますよ。僕まあ3、4歳ぐらいの頃だと思うんで、50年前ってことですかね。48、9年前、50年前ぐらいかな。まあショッピングセンターとかそういうのはないんですけど、改札周りぐらいにやっぱ売店があって、売店のところになんかミニカーなんて売ってるようなところがあったなみたいなことをなんか思い出しますね。それがまあ上市駅の僕の最も古い記憶で、そこでミニカーを買ってもらって、茶色のなんかね、セドリックかなんか分かりません、忘れちゃいましたけど、なんかそういうののミニカーを買ってもらったような記憶がありますね。まあ、上市駅僕にとってはやっぱりすごく、やっぱり通学とかね、やっぱお買い物とかさまざま利用シーンがたくさんね当時ありまして、とってもお世話になりました。本当に上市駅があって、とってもこう通学生活ね、まあ、お買い物も便利になりまして、本当にそれは上市駅のおかげです。こう90年をね、90周年、お祝いいたします。たくさんの人の思いを乗せて、電車は今日も走る。